こんにちは。今日はこちらスーパーで買ってきたので飲んでいきたいと思います。こちらですね。飲む4時ガムロー、マンゴー&コーナッツ食べていきたいと思います。飲んでいきたいと思います。4時ガムローって何？マンゴーやココナッツミルクを使った香港発祥のデザートで人気急上昇中だよ。この商品ではそんな 4G ガムロをストローで飲めるようにしてみたよ。マンゴーピューレーとココナッツクリームを混ぜた中にグレープフルーツ果肉が合わさって甘いのにちょっとすっきり、つぶつぶ食感のタピオカもおすすめポイント。一度飲んだら癖になること間違いないし、ぜひトライしてみてね。とのことです。よし、じゃあ飲んでいきます。初めてです。素晴らしかった。いただきます。甘いマンゴーの味だ。美味しいです。うまい。マンゴーの味で、多分このおしゃれな感じが多分ココナッツの風味味なんだと思います。美味しいです。おしゃれな味です。で、中のこのタピオカとグレープフルーツの果肉、つぶつぶプチプチして食感も楽しい。美味しいです。飲み干しました。ごちそうさまでした。今日は、飲む4時ガムローマンゴー&ココナッツ飲みました。マンゴーの甘みがすごい感じられて美味しかったです。そのプチプチつぶつぶ食感もすごい美味しかったです。さっぱりしました。美味しかった。初めて食べたんですけど美味しかったです。またいろいろ食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッド、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。